にちは、賃貸のまさきです。本日は奈良市駿河町にございます 3LDK タイプのファミリーさん向けのお部屋のご紹介をさせていただきます。まずこちらリフォーム前となっておりますので、これからさらにパワーアップして綺麗なお部屋となりますので、ぜひお楽しみにしていてください。まずこちらがリビング部分となっております。奥行きの大変ございます。大変広いリビングとなっておりまして、今はカウンターキッチンとなっております。こちらの部分に、ね、調理も楽しんでいただけますので、独立して、ね、お料理していただけるようなキッチンとなっておりまして、しっかりと収納の方も、たっぷりとしていただけるスペースがございます。キッチンの方も、新しくなりましたので、大変広々と使っていただけるような大きなものが入りますので、お料理好きな方にも大変満足していただけるような、キッチンとなります。それではバルコニーの方で見てみましょう。こちらからバルコニー出ていただけるんですけれども、バルコニー自体が大変広々としたものになっております。幅も、ね、とても長いので、お洗濯物をゆったりとした空間で、干していただけます。それではお部屋の部分のご紹介です。まず一部屋目ですね。こちら和室となっております。奥の方に、一間分の押し入れ収納と上には天袋もしっかりとついております。そしてこちらの方にもう一部屋洋室部分があるんですけれども、こちらの洋室からもベランダバルコニーの方に出ていただけるようになっておりますので、お好きな方からねお洗濯物を取り入れていただくことができます。そしてこちら奥の方を行きますと、こちらがお手洗いとなっております。お手洗いの方も少し広めのタイプのものとなっております。そしてお手洗いのお隣に、今ちょっと暗いんですけれども洋室が一部屋ございまして、壁一面のね収納スペースもしっかりとございます。そしてその反対側がまた水回りとなっております。通常より、ワイドな、シャンプードレッサーとなっておりまして、そのお隣が室内洗濯機置き場ですね。そして浴室の方はタイル張りのねとても清潔感のある涼しげな浴室となっております。では最後に玄関部分のご紹介をさせていただきます。玄関自体も大変広めに取ってありまして、大容量の天井までございますシューズボックスがございますね。こちらの方にご家族分の靴すべて入れていただけるようになっております。まだまだこちらのお部屋の素敵なポイントはすべてご紹介しきれてはおりませんので、詳しくは当社のホームページでご確認ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。